from the United States, Kenneth Belvin and Benjamin Augusto. アメリカで絶大な人気を誇りますアイスダンスの銀メダリスト、カニス・ベルビン、ベンジャミン・アゴスト、アメリカ。手紙をまずは読んだこのタニス・ベルビンです。アゴスト選手が非常に力強い選手で、ベルビン選手が非常に繊細な部分を表現するバランスのいいカップルですよね。そのバランスの良さで今回アイスダンス銀メダリストに輝きました。今シーズン怪我もありましたので、来シーズンはもっと良くなっていくと思いますよ。まだまだ本来の力というところまではいってないと思うのでね、そういった部分では期待のまた広がる選手ですね。完全にこう一つのストーリーが演じ切られた今日のタニス・ベルビン、そしてベンジャミン・アゴストのこのパフォーマンスです。芝居うまいですね。なるほど、はい、いやただ本当にあの人気もありますしね、国分さん。そうですね、なんか大きな大会でまだアメリカが金メダルを取ってないという、はい、これ僕ちょっと驚きだったんですけども、オリンピックは狙っていきますよね。ですからこのタニス・ベルビンとアゴストにかかる期待というのは大きいものがあります。ただ今回は国内選手権、アゴストの怪我で欠場もありました。最後の最後に荒川さん、照準合わせてきましたね、はい、そうですね、やはり練習が思うようにうまくいってないと思うんですけれども、そんな中でもしっかりと滑り切ってくるっていうのがベテランの力ですね。1位までの点差はわずかに 1.22、 バンクーバーの有力な金メダル候補です。